ップしやすい状況になっています。ご注意ください。阪神高速から入り口停車のお知らせです。2号淀川左岸線島谷東入り口は淀川左岸線建設に伴う工事のため閉鎖いたしました。島谷入り口のご利用をお願いいたします。大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。以上、道路情報をお知らせしました。こちらは阪神高速土卒駒川です。午後3時20分現在の道路情報をお知らせします。はじめに故障者の情報です。1号環状線の信濃橋で故障車が1車線を塞いでいます。次にスリップ注意です。阪神高速道路は全線にわたり路面が濡れてスリップしやすい状況になっています。ご注意ください。1月22日日曜日午前6時から23日月曜日午前6時まで4号湾岸線上り南高坂付近で車線規制工事を実施いたします。お客様には大変不迷惑をおかけいたしますが、